暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は節約上手のお金持ちから学び貯める秘訣というテーマについて、藤川太志さん著、1億円貯める人のお金の習慣をもとに考察していきます。この動画を見ることによって、一般の人でもできるお金持ちが行う節約の仕方を学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、貯金をしたいけれどなかなかお金が貯まらない、自分のお金の使い方を変えたいけれどどう変えたらいいのかわからない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、お金の仕組みを知ることで貯められる習慣を身につけることができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、時間をかけ理想のために節約の努力を続けるです。お金持ちは生まれながらにしてお金持ちだから、別の世界の住人だと感じることはありませんか？確かにこの考え方は正しいです。世界の富は一定の割合で生まれながらの資産家が所有しているという事実があります。しかし、お金持ちの家に生まれなかったら一生お金持ちになれないということはありません。世の中には一代でお金持ちになっていく成功者もたくさんいます。その中で地味で目立たないですが、節約によって1億の資産を築く資産家も世の中には確かにいるのです。このタイプは一発成功タイプのお金持ちとは違って、日頃つつましい生活を送っているので目立ちません。ですが、この節約タイプの資産家が行っているのは、節約によってお金を大事に扱う方法、いわゆる普通に生活している人にとっては最も現実的な方法です。失敗するリスクが低く、一番着実なお金持ちへの習慣であると言えるでしょう。ここでは一般の人でもできるお金持ちの習慣についてポイントを3つに絞ってみました。資産形成は長い道のりと心得る、固定費削減に知恵を凝らす、自分の人生の価値観軸を考える。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。資産形成は長い道のりと心得る。まずはじめに、資産形成は長い道のりと心得るについて解説していきます。本書の著者であり、ファイナンシャルプランナーである藤川さん、その藤川さんの知見から、本書には資産形成について具体的に数値化し、シミュレーションしたデータが掲載されています。ここからわかることは、資産形成は一瞬ではできないということです。例えば、節約家の高収入家庭がアグレッシブな運用に成功したとしても、1億円の資産を作るには15年もの年月がかかるのです。節約と貯蓄でお金持ちになるには時間がかかるということをまず心得ておきましょう。現状では一瞬でお金持ちになりたいという人が後を絶たないと藤川さんは述べています。それは、1億円の宝くじの当て方を教えてほしいと言ってることに近いほど無理な相談だと言えます。地道に、そして着実にお金持ちへの道を目指すのであれば、まず長い年数をかけた道のりだと心得ることが大切です。固定費削減に知恵を凝らす。続いて、固定費削減に知恵を凝らすについて解説していきます。ここでは、節約家タイプのお金持ちの習慣から具体的な方法を学びましょう。節約家タイプのお金持ちは、意外なことに投資にはあまり積極的ではないと言います。仮に投資をしたとしても、少しでも損をすると撤退する人が多いようです。とにかく損をすることを嫌うのが節約家の特徴でもあります。これは、損をしたくない人は節約で資産を形成するのに向いているとも言えますね。しかし、節約家タイプの人たちが全く投資をしないというわけではありません。投資といっても、ほとんどリスクがなく、節約につながる効果の大きい投資は行います。ここで重要となるのは、固定費を削減するという考え方です。具体的に3つの例をご紹介しましょう。住宅ローン。人生の出費のうち大きな比重を占めるのが住宅ローンです。節約家タイプの人たちは、住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済を積極的に検討します。そして、諸費用がかかっても金利が下がるのであれば他銀行へ借り入れします。また、長年の金利を考慮して繰り上げ返済することにも積極的です。これらの行動は、確実に利息が軽減されるので、大幅に固定費を下げることができるのです。
青天井の固定費。一番の問題は上限がない固定費です。生命保険、車、家電、教育費などはお金をかけようと思えばいくらでもかけられます。一方で私たちはたくさんの税金や保険料を国に払っています。納税者が受けられる保障やサポートを正確に知り、自分の生活に適したサービスを選ぶようにしましょう。そうすることで固定費の無駄を省くことができます。電気代。電気代を節約するために家電のコンセントを抜くのは一昔前の考え方です。現代は節電タイプの家電性能が格段に高まっているので、照明、クーラー、テレビなどは消費電力の少ないタイプへの買い替えも検討してみましょう。固定費を下げることの節約効果は絶大です。食費や娯楽費など変動費を下げるよりもはるかに効率が良いでしょう。家計を見直すタイミングで現状を把握し、効果的に固定費を削減する方法を検討してみてくださいね。自分の人生の価値観軸を考える。最後に自分の人生の価値観軸を考えるについて解説していきます。世の中の経済は私も欲しい、羨ましいという消費者の声で回ってると言っても過言ではありません。事業を回す資本家たちは人の心理に働きかけて商品を作ったり、より欲しいと思わせるための宣伝をして消費を促しています。しかし欲求をくすぐられて他人と同じように生活していてはお金持ちにはなれません。他人は他人、自分は自分と割り切り、自分は何にお金を使いたいのか、自分自身の価値観軸を持っておくことが大切です。藤川さんは自分が理想とするライフプランをしっかりと描き、それを実現するための努力をすることで、むしろ他人との違いに誇りが持てるようになるものだと語っています。買うべきもの、使うべきものにお金を費やすようにしましょう。無理な誘いは断り、自分にとって必要がないと感じたものは買わないようにできるといいですね。自分の基準や理想をしっかりと持つことで、ダラダラした付き合いを続けることもなくなり、時間も有益に使えるようになります。こうして自分の人生は自分オリジナルのものだと再確認することが、お金と向き合う上でもとても大切なことなのです。お金持ちになるにはお金の使い道の選択と集中力が求められます。まずは自分の人生や家族と共に歩む生活の中で大切にしたいことに優先順位をつけてみましょう。価値観の軸に沿って必要な場面にだけお金を使う暮らしを始めてみてはいかがでしょうか。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、資産形成は長い道のりであり、固定費を見直すことが効果的であるということ。そして、自分の理想を描き、価値観をしっかりと持つということでした。最後におまけでちょこっと小話。著者藤川さんが提唱する私たちの心が作り出す貧乏神について触れておきます。ここで言う貧乏神とは次のような心を指します。1、見栄っ張りの心。2、他人の目ばかり気にする心。3、比較検討をしない心。4、目先のことばかり考える心。5、過去のことに引きずられる心。6、楽な儲けに飛びつく心。7、浪費を正当化するために正規を作ってしまう心。8、準備を先送りする心。恐ろしいことに、このような油断した心にはすぐに貧乏神が宿ってしまうのだといいます。見栄えだけで所有していたもの、サービスを見直すこと。衝動買いしてしまう習慣は今すぐに断ち切ること。これらは今日からでもすぐに改められる習慣です。貧乏神を追い出して気長な家計改善を続けてみましょう。あなたもお金持ちに生まれ変わることができるはずですよ。以上で節約上手のお金持ちから学び貯める秘訣の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。